全日本高校バレー、古川学園2の0細田学園、東北2の0宮崎日大、5日、男女2回戦、東京体育館。前回大会優勝の古川学園、宮城、が、細田学園、埼玉2、22対0のストレート勝ち。リベロを含む先発出場7人の半分以上が1年生という若いチームが、初めての春高バレーで躍動。 連覇に向け好スタートを切った男子の東北、宮城は都城高、宮崎にストレート勝ちした。23大会ぶり4度目の優勝を成し遂げた全チームから世代交代し、頂点に一歩前進した。3年生レギュラーはテルイリコ主将、ホンダリンはリンナの2人。1年生主体のチームは第1セット、S ・ から強気なサーブで相手の攻撃を崩しレシーブでボールを上げて得点を重ねる好循環を生み出した。序盤からリードを広げると、同 S 終盤は本ダが負けじとブロックを連続で成功。第 2S も5連続得点と主導権を握り、奪った 2S はいずれも10点差をつける快勝だった。昨年の全国高校総体、国体も同様に臨み、下級生は貴重な経験を積んできた。 春高デビュー戦だったが、三浦結菜、1年は、夢見ていた舞台で緊張したけど、今までやってきたことは裏切らない。自信を持って臨んだ、と冷静だった。やるべきことを全うし、タレント揃いだった昨年とは違う強さがある。岡崎紀夫監督、55は、あの子たちにとってみればすべてが初めての道。すごく緊張したと思うが、最高の滑り出し、と評価した。 待ち受ける、鬼門を突破してみせる。6日は3回戦で、禁断会、大阪1位と対戦。勝ち上がれば、ダブルヘッダーとなる準々決勝は、前々回大会で2連覇を達成した終日、岡山と当たる可能性がある。岡崎監督は、1年生は伸び、白しかない。逆に苦しいけど、こんなに恵まれた組み合わせはないので、3年分くらい伸びる。 成長できる1日にしたいフレッシュな名門が西の名門に挑戦し新たなステージへと進む相澤孝志丸東北宮城は都城高宮崎にストレート勝ち1回戦の高岡第1戦は初戦の硬さもあり第 2S は31から29とも釣れたがこの日はエース坂本アンディ・セナ首相3年をはじめ野村つ樹2年手島優也 3年、らが伸び伸びと躍動。バックアタック、クイック攻撃、ブロックが面白いように決まり、先発の平均身長183、9センチと全チーム中ノーワンの威力を遺憾なく発揮した。手島は、最初は緊張したが、応援が力になって、自分たちが得意とするブロックや高さを生かした攻撃ができた、と感謝した。3回戦はらしの千葉と対戦。 坂本主将は、鳴らしのは強いチーム、うまく相手のバレーに対応しながら、しっかりと自分たちのバレーをしていきたい、と語り、鎮西、熊本、2、3回戦でフルセットの末敗退した昨年超えと、同日に行われる準々決勝進出を誓った。